リオのファルコムラジオ、めんどくさいです、でも頑張ります。こんにちは、英雄伝説ゼロの奇跡エボリューションでティオプラトを演じている水橋かおりです。こんにちは、 JDK バンドの小寺かな子です。はい、この番組ではゼロの奇跡エボリューションや千の奇跡など続々発売されていくファルコム作品について熱く語る番組です。うん、そんなファルコムラジオ、うん、はい、ついに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 100回目の放送です。何100回ってすんげー、100回も全然実感湧かない。全くですよ。ね、未だたどたどしいよ。ね、このオープニングも。何泣けばいいここで。早いか。早いか。ちょっと早い。泣くの早い。いやいやいや。すごいよね。ね、泣いてる場合じゃない。すごいよ。すごいよ。よくまあ100回も。ね。ね。やったもんですよ。ちなみに1回から聞いてるよっていうのがいるんですか。お手上げっつって。ね、わかんないですけど。見えないですけどね。すごいなぁ、100回か、100回ですよ。そんな続くと思ってなかったんでね。ね、なんか今日あれだよね、みんなしてお揃いのアリサちゃん T シャツとか着てますけど、はい、お揃いな感じでね、全然ラジオ聞いてる人には見えない、はい、見えないけど我々心は一緒みたいな、ね、はい、まあ、ね、キキでやってます、まあ、盛り上がっるかなって思うけど100回だから、うん、そうなんだよね、はい、いつも通りだと思います、うん、そう、え、うん、はい、そんないつも通りの100回も、うん、ゲームのキャストさんお招きして裏話を聞いちゃったりするのかな、うん、今回はゲストなしなんですか。ないないね、うん、ないんだった、100回ないんだけど、はい、発売直前の千の奇跡をどこよりも深く掘り下げていきます。ここよりも深く掘り下げてるとこあったら嫌だよね。そういうラジオ番組別にあったらちょっとショックします。わかんない、コッコ社長あたりなんか自分でこっそりやってたりするかもしれない。 あるね、JDK 、はい、だって、うん、まあでも、まあでもとかね、こっそり始まったりしてたからね、どこかでこっそりそういうのが始まってるかもしれませんが、いや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 、そこよりもうちらの方が深いんだからねってことで、ね、まずはみたいです、ね、じゃあその前にふつおたなど、お、100回目もふつおたからたくさん来ているので、うん、読んでいきたいと思う。お願いします。そう、ちょうどねその100回だよねってことで、うん、お祝いをいただいております。あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームレンブライトさんからいただきました。ありがとう、レンちゃん、うん、皆さんこんにちは。こんにちは。違う、皆さんこんにちは。めんどくさいラジオ100回達成おめでとうございます。全然レンのものにも合わないね。ちっとも似てないね。そして記念すべき100回目と101回目は千の奇跡特集ということで、一つ質問させてください、うん、今回ゲームでは描ききれなかった重要なシーンをドラマ CD にまとめてあるとのことですが、はい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 、ドラマ CD はどのタイミングで聞けばよいのでしょうか。はいはい、ゲーム開始前だとネタバレになってしまうのか、開始後だとどの時点で聞くのかなど、今からどのタイミングで聞くのかベストなのか非常に気になっています。だってレンちゃん、レンちゃんお年頃だからこういうこと気になるんです。そうだよね、順序は、はい、とかね、やっぱり守っていきたいよね。何よ、ネタバレじゃないとかなるんでしょ。そうか、かわいいどうしよう、これは実際どうなんですかね。そう、でも気になってたの私も、これ何それと思って。そう、でもさ、うん、私たちもぶっちゃけ知らない知らないんだよね。だからネタバレじゃないって怒っちゃうレンちゃんは、あの、後で言ってないと思うの。最後までそうだね、開けない方がいいよね。 そうだったのねってなってもらえればいいと思うの。だよね、多分レンちゃん多分怒る派だと思う、バレちゃうと。そうだよね、ネタバレちゃうと、うんうんうん、ね、ちょっとね、まだお子様なんで、うん、そうだよね、ちょっとキーってなっちゃうかもしれない、キーってなっちゃうと思うんで、うん、ね、じゃ一応レンちゃんは最後に、最後にということでね、はい、わかんない、最初に聞いといた方が面白いのかもしれないけど、そう、ネタバレちゃうとあれなんで、あれなんで ね、ことで後で聞いてください、うん、後で聞いてください。いや、気になるね、 CD ね、はい、うん、そしてこんなんも来てます。はい、ラジオネーム米虫さん、ほう、
記念すべき100回目は、みんなキャラになりきって支援家ラジオ的なものをやってほしいです。うん、何それどういうこと？キャラのなりきり。大阪弁のおばちゃんになりきったの？いや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 、なんか奇跡とか、ね、イスとかのキャラになりきってくれってことなんでしょ？クローズダンやりたいです！ダメです。あダメです。やりたい。クローズダンがいいです。まあでもなんか、何回だっけ ?98 回、うん、何回かで、うん、ティオでやってみたら、ひどいことになったんで。そう、怖かった、ね。そう、なんかすごい怒ってる人みたいな。もうね、怖い、怖いこのインタビューは、みたいになった。ちゃんと言い訳しないと、うん、突然どうしたんだよ、機嫌悪いのかよ、みたいに。なるよね。なっちゃうんで、ね、却下ですっていう。却下です。今ちょっと微妙にレンちゃんとか言ったけど、ちょっとも似てなかったんでね。あ、まあでも心意気は通じました。はい、心意気は通じましたか、ビシビシ。はい。まあ何でも追いついたこと言ってればそれでいいみたいな感じになってますけどもね。はい、まあなんかそんな感じで。うん。いや、嬉しいね。はい。皆さんも100回。100回目。ね。100回目です。喜んでくれて。ということでまあ、なんか100回目だっていうのに何にもないですよ。何もないね。ねえ。うん。ここになんか普通100回目でーす。わーってこのタイミングでなんか、お菓子とか来るじゃないですか。ケーキとかさ、酒とかね。ケーキとか、寿司とか。お酒とか、寿司とか。ね、来るじゃないですか。うん、何にもない。何もないですよ。ゲストもない。ない。何にもない、うん。何にもない。なんかちょっと寂しいですよね。うん、寂しい。何？寂しいですよね。はい！寂しいです！寂しいですか？はい。寂しいですか？寂しいです！じゃあ、何？その寂しさを、全力で、はい。ぶつけてくださいよ。うん。寂しいなって。寂しいでーす！一人で寝るときとかになんかもうちょっと抱き枕増やそうかなって今思ってまーす！本当に？うん、そういうことじゃなくて。うん。うん、そうですか、うん。寂しいよね。寂しい。誰もいない。何のお祝いもないの寂しいです。うん。ということで、はい。ここで、はい。スペシャルシークレットゲスト！マジで？ご登場いただきましょう！こちらの方でーす！おーこんにちは、社長うそじゃーん、いらっしゃいませ、なんではい、近藤社長でーす。おー、近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。びっくりした！そりゃ100回目のゲストにこれ以上最新方はいないでしょう。これ本当の台本です。本物です。それ偽物です。ちょっと待って、なんで私さっきさ、そうなんだよ、だから、はい、なんかさ、はい、みんなしらじらしいわ、あれ。さっき控室でメイクしてもらってた時に、はい、今日そういえばゲストない、なんか私なんか勘違いしてて、はい、ゲームショー近藤社長ゲストだしとか思ってたのと間違ったのが、今日のゲスト近藤社長がみたいな話した時に、はい、え、何ですかそれとか言って、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、そうか、そうか、違う、え、あれって思ったの。台本見たら小寺さんだけ知らないような。なんでそういうことまたかって思いましたね。なんでそういうするの、みんな。私だからね、何が面白いの、それの。あなたのリアクションが。わざわざ違う台本作るところがすごいですよね。凝ってるというか。薄い台本だったんだよ。はい。まあ、そんなわけで、ね、近藤社長が登場したところで、早速、いいかい、はい、大丈夫かい、なんか飲むかい飲んで、ね、はい。はい。じゃあ早速、主役が登場したところで、こちらのコーナー行っちゃいましょう。取り調べ室。本当に私だけ台本違ったちょっと待って。はい、取り調べ室行きます。制作現場のレポートを近藤社長自らが行いましたが、やってみて感じたことは、想像以上にはずい。奇跡シリーズに対する声を受けて変えたところは、やっぱこれは戦闘全体がやっぱり大きく変えたところですね、うん、はい。千の奇跡の世界観でお気に入りのところは、士官学院の、雰囲気です。千の奇跡を完成させたことで今後ファルコム作品に新しい風が入りそうですか。はい、いろいろと他のタイトルにもフィードバックしたいことがたくさんあります。千の奇跡を通じてのファンとの交流で印象に残っていることは、みんなすごく仲いいなって思いました。はい、ということ
で、コテオの取調べ室、今回取り調べるのは、日本ファルコムの社長、近藤俊博さんです。よろしくお願いします。いやー、うん、こんちゃん社長も付き合いが長くなりましたけど、はい、ね、本当ですね、下の名前を知ったのは初めてだそんなもんですか。まあ、でも大人だとそういうの多いですよね、はい、うん、はい、ということで今回は俊博さんに、俊博さんに、はい、供述調書をもとにトークをしていただきたいと思うんですけど、はい、制作現場のレポート近藤社長自らが行いましたが、これなんかプレコミュさんで動画撮影して流したっていう、そうですね、自分でマイビデオカメラを持って、はいはい、うろうろと開発の現場を社長が撮って、自分で撮って、自撮りでね、自分も自分で撮って恥ずかしい、もう制作もう佳境の時期なんですよ、はいはい、でみんなものすごく真剣に喋らずにシーンとしてるところで自分でカメラ持って見た、ニホーファルコムの近藤です。辛くないですか。かなり罰ゲームに近いですよね何の罰ゲームだろうと思いながらみんなめっちゃ先立ってんの。そうなんですよ。でスタッフも喋らないんですよ ね後ろのデスクにバー並んでてみんなさーやってる、まだなんか反応してくれるんだとまだ救われる、ね、気持ちもあるんですけどね。ない、何もないノーリアクションみたいな。それはちょっと毎回火曜日に撮ってたんですけれど、火曜日に前になるとちょっと明日撮影がちょっと憂鬱になるぐらいの。これはね。でも非常にユーザーさんから、反響はいただいたので、はい、恥ずかしい思いをした回もあったなって。あれすごい良かったですよ。そうですか。うん、私も見てました。見てる分にはね。撮った後自分であまり見たくないんですよ、ね。そうですよね。はい、ああ、なんかわかるな。もうなんかそう、こんちゃん社長はミッシーに次ぐやっぱキャラクターみたいな感じにもうなってらっしゃると思うね、ファルコムさんは。そうですよね、うん、そう。その一環としてゲストに結構来てください、ファルコムラジオ。そうですね。はい、わかりました。なんか我々よりも高橋名人を選んだのはなぜですか？多分、初回以来ですよね。うん、そうですね。参加させていただいても。本当だ。はい、そうですよ、ね。一番初めにニコ生でやった時に呼んでいただいて、そうだった、そうだった。実はその時以来、99回ぶりなんですよね。99回ぶりって。ね、本当だわ。最初に出てた人ラスボスだったみたいな。なんかそういうノリですよ。もはや。ねえ、はい、そんなこんなでいろいろやってきましたけども、うん、奇跡シリーズ、まあいろんなこと皆さんからこんな風にしてほしい、あんな風にしてほしいというお願い事、はい、あったと思うんですけど、変えたところが戦闘のシステム、うんうん、ということで、はい。はい、もうちょっとテンポを戦闘を良くしたいねってずっとあったんですよ。で、空の奇跡から、まあそのまま3作続いて、ゼロの奇跡、青の奇跡っていうのは基本的に前あったものに何かを継ぎ足していく形で戦闘を進化させていったんですよね。で、まあただいろいろ要素も増えて、まあシステムもちょっと複雑になってきて、で、選択肢も多いので、まあ操作非常に時間かかるというか、戦闘に時間がかかるという意見がユーザーさんからもたくさん来ていたんですね。で、今回、まあ、3D になってゲームを全て一新するにあたって、とにかく戦闘のテンポを良くしたいねと。で、ただやっぱり単純に早くするだけじゃ面白くならないので、まあそうですね、当然やっぱり今回の舞台となる士官学院の7組のメンバーが、みんなで戦って何かを勝ち取るっていうのが全体のテーマなので、やっぱり戦闘のシステムも、そのテンポを良くした上で、そのテーマを何か反映できる形にしたいなと。で、そこで今回追加されたのが、リンクアタックといってですね、まあ、オーブメントみんな持ってるんですけれど、はいはい、いつものように。そのオーブメントを通じて、意思の疎通が図れるという、要するに連携攻撃が自在に行えるようなシステムというものを入れられないかという話をシナリオのスタッフから受けたんですね。それを、まあ、とにかく形にしようという形で、形にしようという形でって何？形にしようっていうことになって、簡単な操作、やっぱりもたついてはダメなので、簡単な操作で、まあ、キャラクターが行動したのに合わせて、他のキャラクターがパッと行動できて、例えば追撃をするとか、かばうとか、それから、ちょっと攻撃した時に敵のヒットポイントがなんか8ポイントとか7ポイントとか残るのムカつきません？ムカつきます。もう一ターン使わせる機会をって思うじゃないですか。そこを仲間がオートでとどめを刺しに行ってくれるとか、それからやっぱり全員でわーって攻撃できるとか、そういうシステムなんですよ。すごい。ちょっと気になるの、全然変わりましたね。そうですね。基本ベースはまあ今までの流れのものがきちんとあるんですけれど、それに、そういったまあ今回、
から追加されたリンクアタックですよね、が大きな目玉になってますので、ここはぜひね、はい、そうだわ。私ちょっとだけやらせてもらったんですよ。はい。どうだった？スピーディーだった。スピーディーだった。うん。目にも止まらなかった。もう、もう 3D だからさ、目からの情報もすごいから、なんかあっという間だった。なんか、引き込まれてるうちに戦いがこう、どんどこどんどこっていう。なんかだから、本当に言ってたのが、戻ってこれなくなるかもぐらい、こう、入り込む、メル。俺がやってやってんだぜ、うん、みたいな。やってるって感じになるの。はぁはぁ、なるほど、ね。それがすごいね。それ楽しみですね。戦闘だけで遊んでても結構、楽しみで遊んじゃうという。そう、やっぱり、爽快感がある感じになってありますね。これはもうぜひ、実感してみてほしいですね。それね、はい、本当にね、触ってみないとわからないところなんでね、ぜひ皆さん、試していただきたいと思うところなんですけど、はい、そんな、千の奇跡の世界観、お気に入りのところが、士官学院の雰囲気、ということで、うん、はい、学校っていうのががっつり出てくるのって、初めてですよね。ちょっと舞台になることはありましたけどね。まあ、王立学園に、まあ、仮入学するようなワンシーンはあったんですけれど、ね、今回は修士、学校が、ね、あのベースになっているので、うんうん、当然もうすでにいろいろなところで発表されている7組のおなじみのメンバーはいるんですけれど、それ以外にも士官学院には40人ぐらいの NPC がきちんと設定されてるんですね。ですごくそのメンバーが個性豊かなんですよ。で、帝国っていうと今までのお話の流れからイメージするとちょっとどんな感じがあるかなって、ちょっと怖そうじゃないですか。怖そう。硬い。硬いとか、なんか、しかめ面のおじさんばっかりいそうとか。でも、この士官学院を、基本的な舞台として話が進んでいくんですけど、割とやっぱり、なんて、今まで持ってた帝国のイメージに対して、あ、意外と普通の人たちもいるんだなとか、やっぱり、イメージ通りの人もいるんですけれど、やっぱり貴族がいて、平民の人たちもいて、で、ちょっとなんかおかしな英年っぽい、独特な面白いキャラクターがいてっていう、うんうん、その帝国全体の縮図になってるんですよね、士官学院が。そういう雰囲気、帝国としてのその重厚でちょっと古めかしくて怖いイメージもあるんですけれど、うんうん、反面なんか今時の高校生たちみたいな雰囲気も共存していて、うんうん、その独特の雰囲気があるんですよ、うん、これはちょっと面白い形になったなと。それでも実際にやってみないとやっぱりわからないことですよね、はい、そうなんですよ、ね、ちょっと歯がゆいんですけれど、うんうん、なんかあとちらっと聞いたところによると、なんか他の生徒たちと制服の色も違ったりとかするんだよっていう、うん、そうですね、うん、貴族のクラスが1組2組で、それから平民のクラスが3組から5組なんです。で、貴族クラスの生徒は白いちょっと高貴な感じの制服で、平民クラスの人たちは緑色の制服、うんうん、で、基本的にはその二色なんですけれど、うん、リーンたちはなぜか何も知らされてないのに、うんうん、あれ、俺たち赤色だっていうところから話が始まるんです。なるほどね。あ、じゃあ意外とその制服の色もキーワードになってるよっていう。そうですね。はい、私、あとあれが気になってるんですよ。水さん、学校といえば、やっぱり、制服の話も出ましたけど、はい、ね、衣替えのシーズンだったら女の子のね、半袖になったら、二の腕、ハスハスとかね。水着になったりとかもするんでしょ。そういうのはちょっと、盛り込んでくださってありがとうっていう感じがあるんですけど、私。夏服がちゃんとあるんですよね。そう、カレンダー、今回カレンダーに沿って話が進んでいくんですけれど、6月になった段階で衣替えがあるんですよ。で、そうなんですよね。衣替えだけじゃなくて。じゃなくて。夏といえば。夏といえば、ギャルに水着なんですよ。という授業があったりもする。なるほど ね、 ね。もうひたすら見てたりですよね、飛び込みするところ、後ろの方からとか。着替えさせるのって大変じゃないですか。そうなんですよ ね、 ね。でも結構ファルコムの中でですね、うん、役員の人たちにプレゼンをした時に、うん、その水泳のシーンを見せた時に、みんなが黙って新鮮だなって言ってたのがすごいよく覚えてるんですけど、表現できない今までのまあ世界観だとなかなかやっぱりできなかったんですけど、てか純粋にだって作業量がその分作んなきゃいけないんで、うん、結構大変ですよね。そうですね。どっから、ちなみに聞いていいのかな、どっから出た話ですか。衣替えとかさせたいんだよ。これはもうやっぱりスタッフみんなから出てきた意見じゃないですか。うん、はい、私まだ見てないんですけど、うん、ゼロワオとかでも、水着になるシーンとかがあったりとか、うん、ありますね、うん。でもあれはほら、話の流れで、そうそうそう。必然的にそうなるからっていう。ほんでしかもさ、あるじゃない、
それぞれのキャラクターがそれぞれに合った水着を着てるっていうのも私はもちろん燃えるんですけど、うんはい、やっぱね、スクール水着っていうのはやっぱり、これはいいですよ。それを盛り込めたっていうのはやっぱ学園最高と思って、学園もの最高と思って。あえて書かないんですけどね。普通、いや、だってめんどくさいじゃない？まあまあそうですよ。そう、大変じゃない？っていう。そう、衣替えとかするんですかって言ったら、いや、そういうのはしないんですって言って、その手間がかかるんで、そういうことあえてしないってことが多いんだけど、あえてそこ踏み込んだかって思って。だから結構そういう細かいことやっていくのは奇跡シリーズのやっぱり特徴ですからね。楽しみです。はい。そう。全力で待機してます。はい。釣れましたね。釣れました。ピチピチって思う私。はい。そんな感じで、千の奇跡を完成させたことで今後、ファルコム作品に新しい風が入りそうですかというので、他の作品にもフィードバックされますよっていう。ほうほうほう。ね。そうですね。いろいろ開発環境とか変わったっていう。そうなんですよ。まあ、一番大きく変わったのが、やっぱりグラフィックの面ですよね。うん、今までやっぱりちょっとクォータービューでやってきたんですけれども、うん、まあ、ファルコムっていうのはもともと奇跡シリーズもそうなんですけれど、他の会社とはちょっと違ったところで勝負をしようよっていうところもありまして、うんうん、はい、で、まあ、奇跡シリーズ、英雄伝説シリーズ、まあ、続いてきて、ずっと貫いてきたのは、とにかくお話を面白いものにしよう。うんうん、それから、まあ、きちんとしたゲームの仕組みであるとか、うん、まあ、丁寧なバランスであったりとか、うん、そういうところで勝負していこうよっていうところをずっとやってきて、はい、で、まあ、それも、まあ、まあ、ちょっと手前味噌なんですけど、ある程度形になってきたかなというところもあったので、うん、で、まあ、次にじゃあ大きく一歩進めようとすると、うん、まあ、やっぱり、これ、ビジュアルであるとか、グラフィックの面ですよね。うん、じゃあ、いよいよそこに大きく踏み出していこうというところもあって、この千の奇跡を始めたので、まあ、それが千の奇跡で、だいぶ作業の方もスタッフ一度こなれてきまして、まあ、こういう形であればやりがいもあるし、もう他の作品もまあ、こういう形を取るというのは、千の奇跡のような 3D グラフィックをまあ使って、RPG だけではなくて、例えばアクションであるとか、そういったものをやっていってもいいんじゃないかなっていうふうに今考えてますね。そうですね。全然なんか 2D と 3D だとできることの難易度も変わってきたりとかってするじゃないですか。そうですね。2D だとやりづらいけど、3D だとちょっとそれは楽にできるんだよってこととかがあったりするんで、これ楽しみですね。はい。ね。はい。今後もね。ええ。なるほどな。ね、はい。そんな感じで、千の奇跡を通じて、ファンの皆さんのいろんなお声を聞いたと思うんですけど、その中で印象に残ってることがみんな仲がいいっていう、まあ私もそれそう思います。そうなんですよね。はい、体験会を、うん、まあ、はい、SC さんの主催でやらせていただいたんですけれども、うんうん、まあ抽選で参加者の方を選んでるわけですね。うんうん、で、皆さん、当日会場で初めて会ったはずなんですけれど、そうですね、僕らがなんか、選ぶって先生の役割で前に出て、みんなに宿題を出すんですけど、だから話し合って、ディスカッションしてみてくださいって言うと、初対面同士だと最初はちょっと、なかなかやりづらい部分はあるのかなと思ったんですけれど、もう席に着いた瞬間にもうなんか交流していて、もうディスカッションしてくださいって言った瞬間からもう結構、熱心にわーって仲良く話して、発表も代表者の人がきちんとしてくれて、なんでこんなに仲がいいのかなっていうのは非常に印象深かったですね。ありましたね。はい、本当になんかオープンキャンパスって言ってたけど、本当になんか学校でみんななんか来たみたいな感じの仲良く、ね、はい、そのままみんなも入学した後仲良くできるといいなみたいな雰囲気で。ね、感じでした。はあ。でもやっぱ同じもの好きだっていうのって大きいんだと思うんです。そうだと思いますね。ちょっと嬉しかったですね。はい、ね、あの時は社長も歌いましたしね。なんか、マジですか？無茶ぶりを台本にないことばかりやる人間が一人います。空気を読まない。空気読まないで。もうノリノリでしたよ、もう。いや、でもそういうことを積み重ね、私とコンちゃんとのこの息のぴったり合ったこのラジオ今お届けできてると思うんですよ。ぴったりですかね。疑問に持っちゃダメ。ぴったりだと言い聞かせることが大事です。はい。じゃあ、発売6日前ということで、千の奇跡、ここが面白いよってアピールをね、もう一度していただきたいなと、方法ですけど、はい。そうですね、やっぱり、空の奇跡、終わった時にもう帝国編やるって決めてたんですよ。でも帝国ってものすごい壮大で、そうですよね。やっぱりそれをいきなり描くのはちょっと、
なかなか難しいなって感じたところからですね、うんうん、その前にだからクロスベルをやったんですよ、うんうん、でクロスベルをやることで帝国ってすごい怖い国だなって思ったじゃないですか、はい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 、そこでいよいよ今回帝国編ですよ。あ、うまい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 見せ方、はい、もうここはぜひ、期待して、うん、物語もシステムも全てを楽しみにしていただきたいなと思いますので、うんうん、ぜひよろしくお願いします、はい、すごい楽しみです。もう怖くてかですよこれは。6日なんて一瞬ですからはい、もういくつ寝ると千の奇跡ということでちょっと早めに今私たちくださいませんか、はい、いえ、持ってません。ちゃっかり楽しみに待ってるということでね。はい。はい、ということで、いろいろ聞いていきました。コテオの取調室。今回のゲストは、コチャン社長。イェーイ。コチャン社長でした。はい、ありがとうございます。コチャン社長にはこの後もお付き合いいただきます。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガディス岡島のファルコムクロニクル。起立。礼。おはようございます。着席。はい、今日も授業を始めていきたいと思います。今日はね、ちょっといつもと趣向を変えて授業を進めていきたいと思っております。はい。はい、そうなんです。いつもはね、何かしら特定のゲームタイトルについて勉強してきましたが、はい。今日はファルコムショップについて勉強していきましょう。ファルコムショップ。そう。そうです。ファルコムショップ。ファルコムショップです。やっぱファルコムショップですよね。そうですよ、ね。当然のことは。時代はファルコム。時代はもうね、今一番ナウなヤンドに。バカ受けです。バカ受けなのがファルコムショップ。ファルコムショップ。そうなんです。みんなはファルコムショップって知ってますか？名前だけは聞いたことがあります。本当に、はい、なんかこうどんなものかっていうのはまだ知らない感じなんだ、はい、ちょっとよく分かってないです。あ、いいですね、はい、じゃあこの授業でぜひいっぱい勉強していってもらえばいいと思ってるんですけどね。はい、まあ、じゃあね、まずこの夢のようなお店の歴史について。夢のようなお店俺にとってはもう夢と希望のワンダーランドなんだ。ガディス岡島先生にとっては、ね、俺の青春なんだ。そうですね、そうでした。ということなんでね、はい、上倉先生にちょっと解説してもらいましょう、はい、それでは上倉先生よろしくお願いします。はい、ファルコムショップは1989年11月3日東京は代々木にある大和ビル5階にオープンしました。翌年1990年には代々木の省営ビル2階に移転し、1998年3月に閉店するまでのおよそ9年間ファンの集う聖地としてファルコムファンに親しまれてきました。はい、そういうですねお店があったわけですよ。そうですね、でもちろん今もそのビル自体はあるんだけど、だから行ったことあるんじゃないですか、はい、あります。うん、居酒屋なんで。そうなんです、ね、そうなんです、はいはい、今危うく名前を呼びたかった。そうなんです。某居酒屋さんになってて、はい、ほらそれこそみんな聖地って言ってさ、はい、割かしこう今もでもね親しまれてるんだけど、はい、本当にあそこにあったんですよね。知らずに巡礼してたね。そうそう、巡礼してたでしょ。後から聞いてびっくりした。そう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 。でまあ、本当当時ねやっぱインターネットもなくて、まあ、今みたいにネットショッピングとかできなかったから、その PC をメインにさ展開してたファルコムのグッズっていうのを手に入れるのがとっても大変なことだったんですよ。うん、うん、そんなグッズまずあるのかみたいな、ね、だからそういうね、グッズを手に入れるにはその実際ゲームを買った時に同封されていた通信販売用の専用用紙っていうのがあって、通称赤紙って言うんだけど、ファンの間は赤紙と呼ばれている専用用紙があって、ね、そうで、それを使ってなんだっけな、郵便局かなんかで買うんだよあれ。そうでしょ。なんかそうそうそう、そう、そういうことをしないと買えなかったんで、ね、だからそういう風にするかこの店に行く以外ね、ほぼね買うことは不可能だったんですね。へー、でもちろんねごく一部の PC ショップとかかなりマニアックなグッズを扱ってるお店でね多少は取り扱いはあったらしいんだけど、俺はもちろん行ったことないし、うん、だからやっぱりねファルコムショップに行けばねほぼ全てのグッズが手に入ったからね、これはすごくそのファンにとって大きかった。うん、でもちろん当時ね先生もねこのお店の存在知らなかったんで、うん、最初は、はい、もう存在知った時はもう本当いても立ってもいられなくなってです、ね、何それ何それと思って、まずネーミングセンスから言ってファルコムショップっていうね、分かりやすい、分かりやすい、もうファルコムの店です。そうですよ、直訳する、間違いない、間違いない、間違いないね、間違ってなんかコンビニと間違って行く人はいないよね、まず何の話だよファルコムショップで名前がついてる、ああね、そうコンビニではないですよ。でね、この代々木ファルコムショップではほぼ全ての機種に対応したゲームソフト、 CD、 書籍、あと OVA ね、うん、とかオリジナルのキャラクターグッズとか、うん、あとね楽譜あったんです ね何かまで置いてあったんですね。で店内では
ファルコムのドラマ CD とかね、音楽 CD が BGM として流されていて、ファン同士が交流するための情報交換ノートなどがね設置されていたんですね。この情報交換ノートっていうのは結構、うん、あの当時いっぱいありましたね。なんかゲーセンとかで、そう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 、ありますね。ああ、そう、あれですよ、ね、そうそう、あれがあったんだよね。楽しいですよね。そう、ここに来ないとさ、ファン同士もなかなか知り合えないよね。だから今もね、 BBS とか、まあ、BBS とか古いか、古いけどまあね、今ツイッターとかさ、そういうのもあるし、あれだけど、そういうのなかったから、やっぱそういう実際にその場所に行ってそこのノートに書くっていうのは ね、なかなか、一面ノート使って絵描くだけの人とかね、いる。またやたらと上手い人がいたりね、いたりですよ、ああいうのあったよね、そういうのね。でやっぱりこの店っていうのはね、さらにはね、イベントとかもやってたの。うん、中でイベントなんかもやっててね、あのイラストコンテストとかミニライブとかもやってたんだよね。ミニライブね、ミニライブ、すごい、相当狭い店なんだよすごい狭い店なんだけど、そこの中でそういうことやったりとか。でもちろんね、ここでね、グッズとかゲーム買ったりするとね、ショップ専用の特典とかもあったりとかしたしね。でたまになんかこう俺がゲームを買ったりすると、おまけにテレカとかつけてくれたりとかしてさ、本当にね、ファルコムファンにとってはね、まさに夢のような空間だったわけですよ。であとはね、タケルっていうのがあったのね。先生、タケルってタケルって何ですか？え、人？名物店員さん。名物店員さん。違う、そう、タケルさん。タケルさんじゃない。タケルさんじゃない。タケルっていうのは、はい、まあ、このかなりマニアックな話になっちゃうんだけど、PC ゲームの自動販売機だと思ってもらえればいいです。はい、うん、要は欲しいゲームをね、はい、要は画面がついてるんだけど、そこで欲しいゲームを選択してお金入れるわけ。はい、そうすると配信サーバーからデータが送られてきて、それを空っぽのディスクにデータを書き込むわけよ。お、うん、でさらにそのタケルって機械にはプリンターもついてるのね、はい、でそこからマニュアルがビビ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 ってプリントアウトされてくるわけ。だからそのパッケージ入りっていうのはないんだけど、そのゲームとマニュアルっていうのを、そのなんだろう、少し安い値段で買えたりとかするようなシステムだったんだね。 あとほら、そのどうしてもさ、そのゲームそのものが置いてないとかもあるじゃん、こういう時代だから。でも、そのタケルだったら要はかなりのソフトが、対応してたので買いやすかったっていうのもあるよね。でどうしても手に入れたい場合はタケルで買っちゃうなんつう手もあったと。なんか時代最先端行ってましたね。かなりね、最先端行ってた。今だって普通にありますもん ね、こういうの。はい、そう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 、その先駆けみたいなね、ちょっとね、まさにまさに。そうそう、でファルコムはそうそう、結構ね、昔から、当初からね、結構ゲーム販売してたんですよ、タケルで。そうそう、でこのタケルでしか買えないソフトっていうのもねあったわけなんですよ。タケル専用ですよ。タケルがもう笑っちゃうんですよ。タケルってなんだろう。でも先生、そのゲームって私たちも知ってますか？どうなんですか？もうね、あれですよ。もうね、私は大好きなんですけどね。はいはいはい、はいはい、ソーサリアンというゲームを知っているかな？おう、はあ、名前だけは知ってる。 あと曲はライブで、うん、あ、そうだね、最近俺が無理やりね無理やりぶち込む感じ、ぶち込む感じでね、やらせていただいてますけどね。いや、このソーサリアンってゲームってさ、とてもね、画期的な作品でね、はい、要はそのソーサリアンっていうのはある意味システムなんですよ。OS みたいなもんですよ。そこでキャラクターをいっぱい、自分のキャラクター作るでしょ、で育て上げるでしょ、はい、そうするとシナリオがいっぱいあって、そのキャラクターたちをそのシナリオにさ、冒険させに行くわけで、それで育てていくんだね、育てて育ててっていくんだけど、で最初のソーサリアンっていうゲームを買うと15本シナリオがついてるんだよね、はい、でなんだけど、それ終わっちゃった後も実は追加シナリオっていうのが売ってたんですよ。はい、でその追加シナリオっていうのがたくさんあって、で要はそこに自分たちの育てたキャラクターをさらにまた冒険に行かせることができたから、要はソーサリアンっていうのはもう永遠とゲームがこうリリースできるっていう凄まじいシステムだったの、当時として。でね、まあ、そういうちょっと細かい話は今度ちゃんとソーサリアンの授業の時にやりますが、はい、そのね、作品とか、そういう追加シナリオの作品とか、なんとね、他の会社が開発した追加シナリオっていうのがねあって、うん、なんとね、その中には一般で公募したシナリオをゲーム化したやつとか、そんなのまであったわけ。すごい、うん、でそれが要はパッケージではなくて、タケルだけで販売してたっていうのがあって、でタイトルとしてはね、セレクテッドソーサリアンとかね、
ギルガメッシュ総裁編、であと宇宙からの訪問者っていうね作品とか、そんなのもあったね。であとさらにかなりマニアックなことを言うと、あの X68000 って たまに聞いてるでしょ最近 僕たちの授業でさそうですね、その X68000 ペケロッパーって言われてる X68000 っていうパソコンがあってね、はい、それっていうのは、まあ、いわゆるほら98とか88とか言ってるののまた違うパソコン、はい、よりグラフィックに、ね、特化した、もうなんかね、絵描く人だったらすごい欲しかったパソコンがあるんだよ。で、あのアクションとかにすごい強くて、うん、でそういうその X68000 版のスタートレーダーとかねっていうのはもうタケルでしか手に入らなかった。へえ、うん、スタートレーダーってなんだって話になるからね、はい、まあね、なんせね、でもそのタケルっていうのでしか買えないものがそういう風にあって、タケルそのものっていうのもね、全国探してもそんなに多くあったわけじゃないの。一番多い時期で確かね、全国で300台とか、あ、うん、そんなもんだったっていう話。各都府県に10台あるか、10台ない県あっただろうしね、多分ね、分かんないけどね、まあ、でもそういう意味でもだからそのファルコムショップっていうのは当時のゲーマーにすごくね重宝した場所だったと、そのタケルがあるってことでね、うん、ちなみにこのタケル、はいはい、開発していたのがブラザー工業という会社なんですね。ブラザー工業、はい、ブラザー工業、ね、でね、そのブラザー工業グループのエクシングというメーカーがあるんですけど、うん、当時同じ配信サーバーを使って運営していた通信カラオケがなんとあのジョイサウンドなんですね。すごいでしょこれ。でジョイサウンドといえばほら今もファルコムの楽曲を配信してるね。そうです、はい、まさにメーカーさんですよ、メーカーさんですよ、はい、ファルコムサウンドといえばジョイサウンドだから、すごいでしょこの豆知識。すごい、すごい。だからもう要はだからジョイサウンドで歌うときはそういうことをちょっとね思いながら歌ってもらうのもいいかなと思いますね。まあそうなの、というわけでですね、はい、まあ、この辺で今日はね座学の授業おしまいしましょう。はい、うん、で、あのファルコムショップってさ、すごいどんな場所だったか気になってきたでしょ。はい、うん、ね、見たいです、見たいでしょ、はい、そんなわけでね、この後の実習授業もね、今回はちょっと趣向を変えて当時のファルコムショップをね知ることもできる面白い映像とか画像とかグッズとかたくさん持ってきましたんで、おーおー、見たい、これをみんなで見てみましょう。はい、ね、それでは続きは JDK テレビでお楽しみに。ガディス岡島のファルコムクロニクルでした。つぶやき、ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなことを言ってくれたら俺私頑張れるよというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。はい、そして小手さんにもつぶやいてもらいつつやっていきます。はい、はい、あれ、こんちゃん社長はお楽しみなだけ。ここにお楽しみくださいって書いてあるんですよ。つぶやかないんだ。まあなんかわかんない、突然降るかもしれません。まあよろしくお願いします。それではまずティオのつぶやき聞いてください。ロイドさん、支援要請が入ってます。件名はオリンピック開催にあたって、内容は開会式と閉会式で使う花火を調達してきてくれないかだそうです。ロイドさん、いつもお疲れ様です。いってらっしゃい。でもどっちかしか使えないね、開会式か閉会式か、1回だけだね。マリアベルさんが今八つ咲きにしたのはマグロではなくロイドさんです。エリカ・ラッセル、マリアベル・クロイス教長、邪魔な男の抹殺マニュアル、恐ろしい本が出版されてしまいました。恐ろしいな。これ以上ないですね。そうですね。はい、じゃあ次私行ってみたいと思います。こちらつぶやきます。うわー、我が輩はデーモンコテラ、お前ら全員発情期にしてやろうか。はい、白塗りでお届けしております。マリアベルと同じぐらい怖い。発情期にされちゃいますよ。じゃあ、はい、ガチいきます。はい、はい、トールズ士官学院にはいろんな部活があるんだね。うほ、男だらけの応援団はないのかな。うほ、危ない。じゃあ、
浜本行きます。ちくしょう、インドアテニス選手権って引きこもりによるテニスゲーム大会じゃねえのかよ。何どういうやつそれ。インドアテニス選手権っていうのは、あ、インドアテニスか、ゲーム選手権じゃねえのかよってことですね。なるほどね、うん、それは出馬じゃないや、ね、出られませんね。はい、もう一個いきます、はい、これがギルバート・スタインがプロデュースした特製アワビピザか。うまそう。贅沢なもの、贅沢ですね、ですね、うん、そうして聞くとアワビも、ね、アワビ贅沢でしょ。そうして聞くとっていうか、そうだね、そもそも贅沢な、ね、あれだったね、食材ですよ、ピザか。はい、さあということで、これからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやき、いきなり登場した人にもあの当てはまるようなつぶやき、お待ちしております。以上、ピヨのつぶやきでした。このコーナーの原稿は差し替えがないことを祈りつつ、コテカナニュース、日本マルコムの耳寄りな情報をコテラカナコがハイテンションでお届けします。みんな、みんなといえば近藤社長も含め、みんなテンション上がっとか。はい、ということで全然息が合ってない感じでしたけどね。あの、次回もやりますので、はい、あらっとーでよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで元気にいってみましょう。100回目のニュースです。東京ゲームショウにファルコム出展、イエーイ。これまさしく今ね、これ聞いていただいてますけれども、はい、もうまさしく渦中の東京ゲームショウでございまして、我々も昨日ねブースでくっちゃべってあれあれしてきましたけれども、はい、皆さん明日明後日もまだまだ幕張メッセでやっておりましてですね、うん、なんとこの9月21日22日の土日は、幕張メッセで開催されるこの東京ゲームショー、日本ファルコムの初出展ということでですね。初出展、そうなんですね、すごい意外、おめでとうございます。だからもうこの4日間ファルコム尽くしですもんね。そうなりますね。こちゃん社長も昨日も、はい、ね、そうですね、お疲れ様でした。いろいろとさせていただいて、ね、今日も、出ますし、ね、はい、そうですね、ありゃ大活躍です、はい、で千の奇跡も体験プレイできますので、うんうんうん、皆さんぜひいらしてくれればなと思います、うん、はい、よ、まだまだ真っ盛り で、うん、でそれでですね、我々のこの、うん、ファルコムラジオの他にもですよ、うん、ファルコムブースステージがいろいろ用意してまして、 JBK バンドによるライブもね、はい、やってきましたし、うん、明日もやるのかな、 JDK バンドのライブありますし、うん、あと JDKTV の公開録画も残っているということで、こちら他にもいろいろ楽しい模様が、催しが目白押しでございますということなんですね、うん、でその他にいよいよ発売まで、さっきも言いましたけど1週間や切りました、千の奇跡、はい、こちらをプレイするとですね、とっても可愛いミッシーチャームがもらえるよなんですって。ほう、うん、私もこれ持ってますけど、ミッシーちゃんも結構ブサ可愛い感じ、ね、殴りたくなれば基本テーマですから、ね、はい、ということで、千の奇跡マガジンの最新号も無料配布ということですね、うん、アリサ、ラウラ、フィーがファルコムブースで待っていますので、この土日ぜひ遊びに来てください。ということで来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上、コテカナニュースでした。よかった、言語変わってない。はい、ということでファルコムラジオ第100回お別れのお時間となりました、はい、というところで今回はサプライズで、はい、ポンちゃん社長をお呼びしたんですけども、いかがでした、はい、いやもう初回出た時のことを思うと本当感慨深いですよね。で今日1回目ニコ生で、まあ、このラジオを出させていただいた時にすごい緊張してたのを覚えてるんですけど、 あれから年月も経ってますよね。僕も結構こういう場ちょっと慣れてきて、今日あっという間に楽しいまま時間が過ぎていきました。はい、そうかも、そうだ、どうしよう、200回目ぐらいのキャラ変わってたらバシバシさばいていくね。なんか関西弁になってるって、いや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 、ちょっと見てみてけど大阪弁のこんちゃん社長、漫才でも始めますか、200回目の時、ね、学生時代は京都にいましたからね。あ、そうなんですね、じゃあいける口じゃないですか。いけるかどうか分かんないですけれど、出身は京都じゃないですよ。なるほどね、はい、いやコンちゃん社長がボケ担当で私がツッコミを入れるということで、いけるかもしれないね、はい、逆になるんじゃないかな。いやでもそのね、コンちゃん社長のなんかこう成長って私が言うと偉そうですけど、成長が感じて私は嬉しかったです。ありがとうございます。何この上から目線。っていうのと同時
に我々の成長もちょっとありますよね。やっぱその100回ぶりに、ね、99回ぶりに。もうコテカナさんが MC をやるって決まった時に大丈夫かなと思ったんですけれど。全然もう、安定のコテカナさんですよ、はい。任せして安心。もういじられまくりですよ、今日とかも。私だけ知らんってどういうことですか本当にね。こういう時ツアーと知ればいいの、ね、ん、あ、そうっていう、あ、そうなんだ、へって言ってたらみんな面白くないなと思ってやめるから、踊るからうわーって何言ってんのかなと思って、次の原稿にはさ、うん、もう次のコーナー名書いてあんのに、うん、何が、何言っちゃうの、おかしくなっちゃったかなって思う。やっぱなんか多少はちょっとテンションおかしくなるんだねって思ってたら何を私言わされるようとしてんだろうと思ったら、いや、もうありがとうございました、ゲストに。こちらこそ。はい。本当に楽しかったです。ありがとうございます。できればね、でも前もってちゃんと知った状態で来てほしかったですよね。みんなは知ってますからね。あ、そうか、うん。いや、じゃあほら、リスナーさんとかもほら、手紙書きたかったよってあるじゃないですか、絶対あると思うんだよな。まあ、まあね。ね。まあね。次回はだから告知込みで、また来ていただいて、はい、ということで。わかりました。ね、うん、はい。はい。と言いつつも、うん、次回も。そうなんですよね。お願いしちゃったりとかして、はい、101回目。うん。なんですけど、すごいんだよ、なんと。ね、すごいよね。私も100回で、じゃあ、区切りがいいところでではってことになるのかなって思ってた。そうは問屋のおろす。まじ、101回目やるんです。まだまだ、奇跡まだ来年10周年ですからね。あ、は頑張らないと。はい、ね。っていうところもありつつの千の奇跡もね、毎週書きって。で、この今回100回ということでですね、はい、うん、あの、なんと、プレコメさんが、今日は取材に来てくれてました。そうなんですよ。ね、いろんな目で見つめられているっていう、いろんな目で見つめられて、我々もだからお揃いの T シャツとか着ちゃって張り切って撮影もしていただいたので、はい、この模様がですね、なんと本日9月20日、はいはい、プレコメさんにてアップされますということ でダブルで楽しんでいただけるこのラジオ、間開けてくれよすぐじゃんか、すぐだね、すごい仕事ですよ、それは。もうなんか我々が普段ね、こうめんどくさいやつらがどんな風にやってるかっていうのをちょっとちらっと覗き見していただけますけど、はい、こんちゃん社長もバッチリ映ってるということなので、はい、皆さんそちらもぜひね楽しみにしてください、うん、というところで、ファルコムラジオでは皆様からのメールをお待ちしております。続々とリリースされるファルコム作品への熱い思い、プレイした感想、さらに私たちへの質問やティオのつぶやき、ぜひ送ってきてください。そして特務支援官見習いのコーナーでは、あなたからの支援要請を常に募集中です。常にあなたのアイディアでガチ塩コンビをフル活用してください。各週でやっているファルコムミュージックライブラリーへのリクエストもお待ちしております。はい、そして次回のゲストは引き続きこんちゃん社長、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もっとズバズバ、もうちょっといろいろ深いところまでね、うん、聞いていきたいななんて思っておりますが、そして、次回のゲストも決まって、はい、次の次ね、そうね、はい、次の次が決まっております。千の奇跡でエリオット・クレイグ役を演じていらっしゃる白石涼子さんが遊びに来てくれます。早く来週にならないかな。来週、うん、ぜひ今のうちから質問のメールを送ってきてくださいよ。お待ちしております。すべてのコーナーへの宛先は、めんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。ツイッターもやっております。アカウントはファルコムレディオです。ぜひフォローしてメッセージやつぶやきを送ってきてください。はい、番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレス載ってます。確認してください。そしてコテさんが毎回皆さんにサプライズを与えているコテさんの小手書き、今回は意外とハードル低かった。今回の担当さんにまずサプライズはねできてませんっていう、そうだ、まだまだ、もう危機なんですけどっていう毎回の驚きからまずはその うちはサプライズ的なものをぶっこまして、これからもそれ続け、ね、いや頑張りますよ。コテさんの小手書き、はい、ね、こちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は三橋香織と小寺佳菜子でした。またね。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。千の奇跡、思った以上に長く遊べます。